いやー、めっちゃ雨降ってますね。びしょ濡れですよ。まあ、今日はね、田中さんとの対談終わって今歩いてるんですけど、もう今日実はですね、田中さんと対談する前に、まあ、家族とというか、まあなんかね、喧嘩っていうのかわかんないですけど、なんかそういうことになっちゃってね、まあいろいろ考えるんですけどね、やっぱどうなんだろうね、やっぱ親子の関係とかっていうのは結構難しいものがあって、まあでも僕はそんなにもうなんか別に期待してはいないんで、やっぱ結果だけ出せばまあそれはそれで認めてくれるのかなと思いますけど、まあやっぱ親のね、やっぱ子供に対するやっぱ物言いっていうのはやっぱ結構やっぱ大事なところあるのかなっていうのは感じてて、まあそれをやっぱ学んだりとかしてるますよね。なんかそういう意味でやっぱ親には感謝してるんですけど、まあダメですね、まだ自分でもちょっと感情的になっちゃいたりとかすることがあるんで、まあ怒鳴ったりはしないんですけど、まあ、ボソッとね一言言っちゃったりとかするんで、まあでもただいろいろね、やっぱこうちょっと考えると、まあなんかまあ割とこうね難しいですよね、そういう関係は。まあただこの今ね、自分がそう思ってるのも感情としてはなんか面白いなと思ってるんで、なんかそういう意味ではなんかこう動画みたいなの撮れる今のご時世はね、すごいいいなとは思ってます。まあどうなんだろうね、まあでもなんかやっぱ金がないと人は不安になるようなんで、まあとりあえずなんかお金とかね渡して、それでね許してもらおうとは思ってます。まあこういう時はなんかもう感情に訴えたり、なんかいろいろこういう時って感情とか訴えてもしょうがないんですよ、本当。感情よりもやっぱ結果を見せて、見せれば人は納得するんで、まあその間なんかやっぱ、こう感情でぶつかり合うってマジめんどくさいとこあるんで、まあある意味自分がそのお金を稼ごうと思ってるのはそういうのもありますよね。まあ家族をなんか惨めな目に遭わしたくないっていうのもすごいあるんですけど、まあお金があるとね、そのめんどくさいその感情の部分結構スキップできるとかあるんで、やっぱお金で支配されてる人はやっぱお金で解決みたいなとこあるので、別にこれ親のこと言ってるわけじゃなくて、こう全体的にそうなんですよ。まあでも自分のやっぱ誠意としてね、お金をやっぱ渡そうっていうのはあります。まあ難しいですよね、なんかそういうのって。まあでもなんか自分結構やっぱメンタル弱いとかって、まあちょっとね、なんかこう嫌なことあるとなんか死にたいなとか思っちゃうとこもあったりとかするんですけど、まあとりあえず絵描いてるうちはなんかそういう死ぬとかやんないで、なんか普通にできるだけ絵を描こうかなと思ってますね。まあ別にその絵描いててダメだったか死にたいとかじゃなくて、なんかもともと僕結構そういうなんか感情あって、まあ絵にね結構救われてるとこあるんですよね。なんか絵描いてるからなんか自分はまだ生きてていいんだみたいな、なんかそういうとこがあって、なんで絵描きたいからまだ生きてていいんだみたいなとこがあって、生きていたいんだみたいなとこがあって、まあお金は僕にとってはやっぱそういう煩わしいことを全部やっぱスキップできるから、なんかそういう意味でね、まあ親との関係ってやっぱ難しいんですよね。なんかその感情に訴えかけてもしょうがないんで、そういうところはなんかまあお金じゃないですけど、なんか自分がそういうのを出せるよっていうことをアピールして、まあ出すんですよ。なんかそんぐらい距離感じゃないとね、なんかしょうがないんで、やっぱり親だけじゃなくてやっぱね、他人のことは変えられないと思ってるんで、そう変えられない他人に対して自分がどうアプローチするかっていうのをちゃんと考えてやるんですよ。なんかね、その友情とか愛情とかなんかそういうのは全部綺麗事なんで、世の中もう全部そういうの綺麗事で、そういうのやっぱ求めるとかないんですよ、本当に。まあ僕はあって思いやりぐらいだと思ってるんで、その思いやり以上の感情を持つのは不毛なんです、世の中。はい。
まあ、そんな感じで、まあ、今はね自分が思ってることをちょっと吐き出してみました。今日は結構ねやっぱその、まあ、喧嘩って音じゃないですけど、なんかちょっと向こうから言われてなんかこっちもちょっと対抗しちゃったとこがあって、まあそれはまあ少しねなんか自分が冷静じゃないなと思ったとこもあるんで、もうなんかこの雨がうるさいんですけど、まあそういうこともあって、まあどうなんですかね、なんか自分はなんかちゃんと座ってそんなクソみたいなとこあるんで、やっぱちゃんと生きていけるのかなっても思いますよね。どうなんですかね、なんか数年後の僕とかはもしかしたらもう死んでるかもしんないし、楽しくね暮らしてるかもしんないですけど、まあなんかねタイムカプセル的な感じで、まあこれ見てまあ笑ってくれたらいいなとは思ってます。まあどうなんですかね、まあただやっぱりその少年時代に親と暮らしたい、だから長く時間をね一緒に共にできなかったとかっていうのはやっぱ今になって響いてきてるところあるから、まあ僕はやっぱり会社勤めとかそういうのしないのもなんて言うんだろう、やっぱその自分がねもうできるか分かんないし、結婚すらね恋人すらできてない自分が結婚なんてできるか分かんないですけど、まあ子供がねできた時にちゃんとね子供と長い時間一緒にいてあげたいとか、なんかそういうのがあって家で仕事したりだとか、まあ、あとはやっぱり今の家族の問題でやっぱみんな働きに出たりとか学校行ってるから、まあ家にねいて仕事したりとか しようと思っていろいろやってるんですけど、まあなかなかやっぱそういうのって仕事をね出向いて行ってる人とかやっぱ学校行ってる人にやっぱ伝わらないのかなっていう、ちょっとした寂しい気分もあったりしますよね。なんかどうなんですかね、なんか遊んでると思うんですかね。まあでもなんか遊んでると思われないようにやっぱ結果を出さなきゃいけないんで、そう何の仕事やったよというよりかは、そういう時はなんかお金をねポッと出して稼いでるんだよっていうのを見せるのがいいんですよやっぱり。まあなんか悲しいとこありますけどね、なんかまあでもなんかこれが人間社会なのかなというか、まあ資本社会なのかなと思って、まあ金めっちゃ稼いでありますよ本当。マジでちょっと自分自身にねもうこの不甲斐ない自分に対してすげえムカつくんで、もう絶対稼いで、マジでもう本当もう全部この煩わしいね今のこの自分の周りの環境を全部変えて、まあ幸せか幸せじゃないかっていうと、まあそこそこ今幸せだと思ってるんですけど、もうちょっとこういい感じにねなりたいなとか思ってますよね。なんかでもどうなんですかね。あでもなんかもうマジででも稼ぐ本当。もう金なんてマジ紙切れとかなんかクソしょうもないとか思ってんだけど、まあ自分の煩わしいものを全部取っ払うために絶対稼ぐ、もう誰にも文句言わせねえ本当。っていうふうには思ってました。思ってます。まあ、これが今日の動画日記ですね。まあなんか、ちょっと数日後にはどうでもいいことになってると思うんで、とりあえず僕は絵を描きます。じゃあみんなおやすみなさい。バイバイ。